月のポポナは、日本の俳人。本名、木川道代。アメリカ合衆国ニューヨーク市在住。金子東太主催、海ほど同人、海原同人。現代俳句協会会員。星野島区会代表。夫は、ピアニストの木川高行。長野県に生まれる。長野県稲北高等学校、新州大学教育学部卒業。教員を経て渡米。 2004年俳句結社、海ほど、に入会、金子東谷支持。2008年第43回回ほど新人賞受賞。2009年豆の気賞受賞。2010年、ハミングで第28回現代俳句新人賞受賞。海外日系人協会主催の第8回海外、日系文芸再海外日系新聞放送協会、会長賞受賞。2011年北米伊藤園。 ハイクグランプリ優秀賞受賞。2012年第11回回ほど会賞受賞。北米伊藤園ハイクグランプリ最優秀賞受賞。2014年第50回回ほど、賞受賞。2017年、人の形で、第63回、角川ハイク賞受賞。2018年自由率廃止、青い地球より青い地球賞受賞。2019年豆の木賞受賞。 木川道夫ニューヨーク日系人会ビジネスウーマンの会2020年12月16日閲覧事務局月野ポポナさんが第63回カ川カ俳句賞を受賞しました稲北高等学校関東同窓会2020年12月16日閲覧現代俳句新人賞これまでの海外日系文明最祥 公益財団法人海外日経人協会第63回、角川短歌賞、俳句賞、朝日新聞デジタル。ありがとうございます。